はい、元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊すということで、令和元年10月の28日夜の9時20時08分であります。めちゃくちゃ遅くなってすいません。明日記者会見をします。ね、海老名に知事と言ってたんですが、ちょっとね、海老名市役所が借りれないということで、この東京都のですね、千代田区永田町にあります参議院会館の地下1階、B109 という会議室で明日1時から、14時まで、ですね、海老名市長選挙出馬会見ということで、出馬隆11回目の選挙に挑戦をいたします。まあ、市長選はこれで2度目になりますかね。堺市長選のに次いで2度目になりますね。まさかね、堺の市長選の時に僕はもう市長選に出ることはまあないかなと思ってたんですけど、こんなに早くまた市長選に出ることになろうとは、まだあれから半年経ってないですけども、半年ぐらいかな、になりました。で、まあ、公約というのは明日いろいろと聞かれるんですけども、まあ、テーマとしては海老名をドバイにということで、まあ、海老名市をですね、こうガーッと高度の、まあ、経済成長をガーッと持っていく、上げていこうということで、細かい政策うんぬんかんぬんは市役所の職員がやればいい、僕は陣頭指揮を取る、こういう考えです。市長があんまり細かいことうんぬんかんぬんやることは僕は必要ないと思っていて、まず市の職員、海老名市の職員の年収をなんと2倍にして NHK の職員並みにします。 NHK の職員の平均年収は多分1400万ぐらいあります。海老名市の職員の年収を平均を調べておりませんが、おそらく700万円ぐらいだと思うんですね。だから、海老名市職員の年収を2倍にする、これはもう NHK ぐらいのする年収にするということで、これが一つ、大きなテーマです。そして NHK 受信料、踏み倒した世帯に年間なんと5万円支給する、素晴らしい、ね、どうですかこの斬新な公約マニフェスト。私が市長になったら、私が海老名市長になったらこういうことをします。分かりやすいですね。これまでの政治家は何か、国民や市民にね、こびるようにね、公務員の収入を下げるんだ、民間の皆さんがね、厳しい状況で一緒に痛みを分かち合うんだ、だから公務員の給料を下げるんだ、身を切る改革、まあ、維新の会が言ってますが、僕はこの維新の会のスタンスっていうのは基本全部 OK なんですけど、身を切る改革だけはもうどうやっても賛同できないですね。っていうのは、この市の職員の年収を2倍にした場合と半分にした場合を想像してみてください。今年収700万、これを1400万にした場合と350万にした場合、どうなりますか海老名市の経済は。1400万円に2倍にしたら、うわ海老名の職員めっちゃ給料くれる、うわ優秀な人が海老名市にやってきますよね。もちろん今海老名の職員をしている人がほとんどですが、急に公務員なんかなりません。じゃあ海老名市の職員はどうするか、それはね、給料2倍になったらお金使いますよね。今まではもうね、コンビニの前で缶ビール買ってこう飲んでっていうようなことを、まあ安い居酒屋とかに行ったのが、ちょっとね、高級なステーキでも買おうかっていう回数が増えませんか。もちろん奥様や旦那さんに対しての市の職員の配偶者に対するお小遣い、子供さんやお孫さんに対するお小遣いね、増えますよね。結局はお金が増えたら、誰かもらったら使うわけでしょ。海老名の市の職員がもらえば海老名市で基本使うじゃないですか。そうするとマンションもちょっと、例えばワンルームマンション住んでたけど、ちょっと 1LDK に変わろうかとか、そういう経済が動き出すわけですよ。一方で700万円を例えば350万円に落としたとしましょうよ。身を切ったとして350万円になったら、市の職員まずほとんどが外食なんかしなくなります。もちろん車も買わないし、マンションも買わないでしょう。経済が冷え込むんですよ。そうするとそこの町自体が暗くなる。僕はね、鹿児島県の阿久根市の
市長だった竹原慎さんと、まあ、仲良くさせていただいてるんですけども、竹原慎さんが阿久根市で公務員の給料下げたわけですよ、市長になって。そうすると町がはっきり言って暗くなってました。元気がない。だからまずは市の職員にガーンとお金を出して、市の職員がしっかりとお金を使うと、まあ、この考え方で市の、発注する公共事業なんかもね、もう 1.5 倍とか2倍とかにしていこうと思っています。しっかりと、公共事業であったり市の職員にお金をバーンと巻くことです。それによって市中が潤うということ。でもう一つの公約ですね、 NHK 受信料踏み倒した世帯に年間5万円。素晴らしいですよ。これ NHK のやってることなんていうのは犯罪そのものじゃないですか、ね、受信料払わなきゃいけない世帯に対して、今からでいいですから過去に遡って払ってくださいって言わないんですよ。今からでいいんだったら契約をどん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 先送りしたら得なんでしょ。見たくもない人からすればスクランブル資料って話でしょ。で今日僕は裁判されましたけど、 NHK がやったというふうに公表してますけども、全員と裁判すればいいわけじゃないですか。とにかく NHK のやってることってもう暴力団そのもの。弱い人からお金を奪い取るということは、 NHK のお金を払わない人っていうのは一種英雄で正義で正しいわけです。その正しいことをする世帯に5万円毎年ね給付をしようと、税金からお金を出す。あなたは勇者です、あなたは賢いです、あなたは正義です。これを最終的に判断するのは選挙で、海老名市民の有権者の方が判断するわけですから、私はこういうことを公約に掲げて選挙に挑戦をしたいということであります。まあ一度やってみましょうよ。アホみたいにね税金を使うんですよ。海老名市の年間予算250億円ぐらいと言われています。財源どうするの、まあ、こうよく言われます。でもね、250億円入ってきて250億円支出しているような状況で、海老名市の入ってくるね固定資産税とか、もう学校も整備されてるでしょうし、道もちゃんとできてるでしょうし、資産があるんですよ。でもし今マイナス金利でしょ、お金を借りれば借りるほど利息が儲かるわけですよ。利息払うんじゃなくて利息払ってもらえるんだから、今こそお金を使う時です。経済はもう消費税がねとにかく上がってしまって物価は下がってるわけですよ。デフレ状態なのになんか消費税を上げるなんてわけわからない。もう車のアクセルとブレーキを一緒に踏んでるようなもんなんですよ。金利を下げて消費税なんて上げたらもうどっちやねんって話なんですよ。緩めるのか止めるのかですよ。加速するのか減速するのか。でそんな中で今の日本というのはしっかりとお金を使うことによって景気を回さないといけないので、まずは税金をしっかりと投入するというのが僕の考えです。そしてこれは日本全国でやるわけではありません。海老名市限定になりますから、もし失敗した場合、このねもし失敗した場合も考えてるわけですよ。だってもしバカみたいに海老名市が赤字になってね、それで海老名市から出ていかなきゃいけないというか夕張市のようになったら、それは一般の人は海老名市から出ていけばいいんです。お隣の厚木市であるとか、お隣の大和市とか行ってできないんですよ。困るのは海老名市に、土地や建物を持っているいわゆる地主さん、成金さんっていうかな、と市の職員だけでしょ。困るのは経済が結局職員の給料2倍にして、それで借金抱えてもう首が回らないって言ったら、一般の市民の人は海老名市から出ていったらいいんだから、ちゃんと失敗しても大丈夫ですよね。ということでちょっとね、海老名王国というか立花が海老名市長になったらまさにね立花王国になります。で、あら行け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 、どんどん行け、金使えってこういう感じで、もう海老名がドバイになりますね。海老名に行けばね、たくさんのお金使ってもらうとなれば、一流のねキャバ嬢の人とか来たりとか風俗の人とかも来るでしょうし、車が売れるから車の営業所も来るでしょうし、何よりも地価が上がりますよね。マンションの賃貸価格も上がってきますよね。どう考えても他と比べたら給料が多いところの町に行けば、そこの経済ぐるぐる回る。定食が今まで708円で売ってたものが1000円でも売れるようになるっちゅうことですよ。それがインフレでしょ。今はデフレなんだから、もっとどんどんお金を回すんだというのが僕の海老名市長選に立候補するにあたっての
子役になります、ということで、以上です。明日フリーランスの方も全然 OK ですから、明日1時から2時までしか取れてないんですけども、国会議員会館の方にお越しいただいて、正面の入り口でうちの秘書が入館証をお配りしますので、どうぞお越しください。以上です。海老名市長選に勝って NHK をぶっ壊す。